入団して結構うまくいってた時だったのでかなりショックでしたね。そうだよね。だって前十字だと結局そこから1年近く。そうです。それが6月ぐらいだったので1年目の。はいはい。近藤哲司さんでーす。よろしくお願いします。元気？こんちゃん。元気にしてます。今は福岡。今はい、福岡に住んでます。ね、引退して福岡で今何をやってるんですか、仕事は。福岡の広告代理店で働いてます。どんなことしてんの？テレビ局と、まあ、いろいろ放送枠の買い付けだったり、そういう、まあ、代理店の作業をしてます。でも、サッカーを、まあ、引退したのは2年ぐらい前だっけ？そうですね。2017シーズンで引退しました。そうだよね。なんで、もう2年は経ってますね。でも、引退して結構すぐ、その会社にも入ってって感じだったじゃない？はい。他の仕事っていうのは考えなかったの？サッカー関係っていうか。サッカー関係ももちろん考えたんですけど、うん、指導者っていうなんかこう目標がなかったので、うんうん、それであればちょっと他の世界も飛び出してみたいなっていうのがあって、その時にまあ声をかけていただいたんで、思い切ってチャレンジしたんですけど。じゃあまあ、いいセカンドキャリアを今送られてる感じですか？そうですね。今はまあ大変ですけど、まあ充実してます。さっきね、なんか明日サッカーしに行くって言ったけど、サッカーはじゃあ、と引退してからは、そんなにはやっぱりやってない？たまにやるぐらいで、明日ボール蹴るのももう3、4ヶ月ぶりなんですけど。うんうんうん。まあ、こんちゃんといえば、2000何年シーズンだっけ？レッツに入団したの。2005年に入団しました。2005年ってことは、ブフバルト監督。はい。怪我したよね、すぐね。デビュー戦で、開始5分で、前十字靭帯。をやっちゃって。高校まではそんな大きな怪我っていうのはないでしょ？なかったですね。なんで大きい怪我初めてでしたし、まあ、まさかデビュー戦だったんで、まあ、ショックはかなり大きかったですけどね。なんかこう自分の中でこう張り切りすぎたとかそういうわけじゃないでしょ？そうですね。まあ、でも入団して結構うまくいってた時だったのでかなりショックでしたね。そうだよね。だって前十字だと結局そこから1年近く。そうです。それが6月ぐらいだったので1年目の。はいはい。そこから1年目も全部リハビリでしたね。そうだよね。リハビリ後のさ、やっぱり俺膝怪我したことないから分からないんだけど、やっぱり怖さっていうのはあるわけでしょ？ありますね。あとはなんかやっぱり全体のバランスがちょっとずつ崩れてきて、なんか他のところの、うん、まあ、肉離れだったり、うん、そういうところは結構、まあ、キャリアの終盤まで結構苦しみましたね。まあ、でもディフェンダーだからね、やっぱりある程度無理してついていかなきゃいけないとこもあるし。そうですね。一回だけ、もう一回怪我したでしょ？もう一回膝やってます。両方やってます。ね、両膝？両膝やってます、前十字。ボロボロ。そうだね。膝をやるとやっぱりサッカー選手って正直やっぱ厳しいでしょ？そうですね。結構やっぱり厳しい部分はありましたね。まあ、その1回目、レッツのデビュー戦で、まあ、やった時と、その2回目やった時って、やっぱもう2回目は、あ、やっちゃったっていうのは分かる。まあ、そうですね。2回目の方がやっぱり1回リハビリ経験してたので、うん、ちょっとこう前向きにいろいろ捉えることはできましたけど。ああ、その手術した後っていうかね、リハビリはね。2回目の怪我っていうのはいつやったの？2回目は岡山にいる時なんですけど、うんうん、2012年ですかね、はい。レッツから愛媛行って、レッツに岡山戻ったのか。レッツに戻って2年間レッツでプレーして、うん、で2010年から岡山にいました。そうだね、岡山がなんかちょっと長い印象あるもんね。岡山8年間いましたね。俺も岡山ってこう何度かこう行くことがあって、ですごくいいとこじゃん。はい。で、街はね、ファジアーノのこう応援意識も高いし、なんかすごく J1 に上がってほしいなと思うチームだったんだけど、どうですか、岡山の生活は。はい、まあ、僕が行った時はまだチームとしては J2 の本当下の方だったんですけど、うん、こう、まあ、本当にチーム一丸となってっていうか、街も一緒になって、うん、なんかこう上がっていったっていう経験ができたので、僕としてはすごいいい経験はできましたね、岡山では。どうですか、まあ、その現役生活、まあ、怪我も終わって、30時まで12年近く以上ね、やったわけだけども、現役生活を振り返ってみると、どんなサッカー人生でした？そうですね、やっぱりまあレッツに入った時は、まあ、周りのレベルの高さにもびっくりしましたし、その中でなかなかこう自分も思い描いてたような活躍はできなかったっていう悔しさの方がやっぱ大きいですね、浦和時代は。うん、で、まあ、お金からはやっぱり自分も多少貢献できたっていうところもあるので、いろんな4チームに在籍して、僕としてはすごいいいチームに在籍できたなっていうふうに思ってますね。うん、まあ、高校卒業して、まあ、いきなりレッツの2005年だから結構なメンバーがいるわけだよね。
そうですね。監督がブフバルトで、どうでした？なんか衝撃受けました？衝撃は受けましたね。やっぱり本当当時代表選手ばっかりだったんで、うん、まあ、同じポジションもそうだし、やっぱレベルの高さはびっくりしましたね、最初。うん、やっぱびっくりしたのは、うん、永井さんとかはサイズも自分と同じぐらい80以上あって、うん、あんなにうまいんだみたいな感じの驚きはありましたけどね。なるほどな。でもまあなんかずっとこうサッカーやってきて、はい、まあ、得たものっていうのも本当そのままじゃあ今の仕事にも生かしてるし、人脈とかさ、まあ、仲間とかさ、まあ、サッカーのやってた仲間って結構生かされるでしょ。そうですね、まあ、やっぱ当時一緒にこう寮に住んでたメンバーなんかは、うん、まあ、今でも仲いいですし、あの、まあ、年末に会ったりもしますし、現役続けてるメンバーも多いんで、やっぱすごいそこは、まあ、本当に心の底から応援してますね。うん、そうだよね。結構みんなまだやってるもんね。まだやってます、はい、うん、まあ、でもこんちゃん明日サッカーするの気をつけてね。ちょっと怖いですけど、はい、なんとか頑張りたいですね。やっぱ怖さ残るでしょ。残りますね。やっぱ長い時間やると、うん、ちょっと膝とかも痛くなるんで、あの、うまく抜きながらやらないと。うん、ちょっと、こんちゃん、こんちゃんが選ぶベストイレブンを教えてほしい。はい。レッツに入って、まあ、いろんな対戦した仲間も、はい、まあ、J2 も含め、ね、はい、いろんな選手見てきて思うけども、今度、哲司が選ぶベストイレブンを紹介してください。バーは、まあ、一緒にやった選手を選ぼうかなと思ってて、うんうんうん、今マリノスにいる中林博次って、うん、まあ、ずっと岡山で一緒にやってたんですけど、あのサイズはあんまりないんですけど、もう反応もめちゃくちゃ良くてすごいいい人でしたね。はい、じゃあディフェンダーは3バックですか、4バックですか。4バックですね。4バックですね、はい。ディフェンダーはセンターバックが、うん、まあ、トゥーリオさんと、うん、岩政大輝さん。おー、岩政ね。で、やっぱ、こんちゃんさ、まあ、センターバックじゃん。はい。はい、やっぱその、まあ、その二人も当然そうだけど、やっぱセンターバックですげえなっていうのは、やっぱその二人やん。そうですね。やっぱ、まあ、トゥーリオさんはもう、入団した時はやっぱり、もう、抜群にやっぱ、すべての能力高かったですし、うん、ちょっと日本人離れやっぱしてるので、すごいなと思いましたし、まあ、岩松さんに関しては、うん、なんかこう、やっぱ自分の特徴を出すのがすごいやっぱ上手くて、やっぱそこでのゴール前での仕事っていう部分では、やっぱ凄さを感じましたね。なるほどね。トゥーリオ、岩松、サイドバック。右が、梶明さん。おお、梶。あ、それも岡山でやってんの？岡山でやってます。で、左が、サントス・アレさんですね。ああ、アレックス。なるほど、梶とアレックス。中盤はどうしましょうか？中盤は、ボランチが2枚で、うん、鈴木啓太さんと、うん、矢島慎也。おお、矢島慎也。矢島も岡山でやってるんですけど。あ、そっかそっか。まあ、浦和で試合にあんまり出れなかったりっていうタイミングで来たんですけど、うん、まあ、試合にやっぱ出だしたらやっぱ能力高いですし、うん、あの、J2 では抜群でしたね。まあ、でも今ね、ガンバでもね、力発揮してるもんね。はいはいはい。矢島と啓太。はい。はい。で、前はどうしよう。前は、うん、コンテと永井さん。おう、こう2枚。で、2トップは。ツートップは、ワシントンと田中達也さんですね。どうでした、ワシントン。まあ、まあ、それこそ練習とかでやりましたけど、うん、やっぱボールももう見えなくなりますし、背負われたら。っていうよね。うん、やっぱすごかったですね。で、その中でやっぱり反転したりとか、まあ、うまさもすごいあったんで、難しかったですね、止めるのは。ね、引きずってくもんね、ディフェンスね。こう。ね。あれはちょっとやっぱり日本人の選手ならなかなか真似できないよね。そうですね。すごかったですね。まあワシントンね、ドスンって構えられるフォワードと、こう動き回るフォワードだったらどっちが嫌なの？タイプによるかもしれないけど。やっぱり動き回るフォワードが嫌ですね。まあ疲れるもんね。ついていかなきゃいけないしね。そうそう。じゃあ中林、カジ。カジさん、はい。プーリオ、岩政、アレックス、はい、ケータ、矢島で、長井、ポンテ、ワシントン、達也。なるほどね。はい、そうですね。意外にバランスいいな。そうですね。
ありがとう、ゴンちゃん。ね、またぜひサッカーやれる日を楽しみにしてるんで。はい。怪我だけはしないでくださいね。そうですね。気をつけます。ね、両膝前十字やってるんだからね。ちなみに僕最後の、辞める2年前にアキレス腱も切りましたけどね。マジで？はい。どっち？右足のアキレス腱切りました。アキレス腱も結構切ると逆も切りやすくなるっていうもんね。言いますね。怖いっすね、やっぱ。アキレス腱切ってもまあ仕事できればいいけどね。そうですね。連絡やれてるんで。うん、まあ怪我しないように、また会いましょう。はい。わかりました。うん、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。うん、こんちゃん、全然気にしないで僕の仕事、福岡で取ってくれていいからね。わかりました。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあねー。さあ、今日のゲストは、はい、もうね、入札終わってる。なんで入札